川崎駅は、秋田県南秋田郡八郎潟町川崎高田に、あった秋田中央交通秋田中央交通線の駅である。秋田中央交通線の廃線に伴い1969年7月11日に廃駅となった。燃料費増加対策として、会社の増資、路線の電化を行うことが決定した際に、地元出資者からの出資の条件として開設された。 駅であった。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の南側に存在した、電鉄機を持たない防線駅となっていた。職員配置駅となっていた。ホーム中央部分に待合所を有した。水田地帯を走る当時未舗装であった県道との併用軌道区間の途中に位置した。1999年時点では、 ど森のホームがほぼ完全な形で残存し、ホーム上には松や桜の木も残されていた。この時点で唯一の遺構といえる存在であった。2000年時点でも同様で、待合所の土台も確認できた。秋田自動車道の建設に伴う工事での消失も心配されたが残存し、2007年5月時点でも同様であった。また、当駅跡前後の線路跡は、 1999年時点ではサイクリングロードや集落の感動などの舗装された道となっており、2000年時点、2007年5月時点でも同様であった。ありがとうございます。